皆さんは、吉祥寺が昔、ただの、農村であったことを知っていますか？今回は、一緒に吉祥寺の歴史を、紐解いていきましょう。吉祥寺は東京都の、武蔵野市に属する町で、東京都のほぼ中央にあります。吉祥寺駅には JR 中央本線と、京王井の頭線が乗り入れ、新宿や渋谷へのアクセスは抜群です。また、吉祥寺は多摩地区有数の商業都市であり、住みたい街ランキングでは常に上位にランクインしてきました。大型の商業施設は、もちろん、おしゃれな飲食店やお店が立ち並んでるほか、昔ながらの飲み屋街、井の頭、恩賜公園のような緑豊かな場所が身近にあるなど、大変魅力的な街です。しかし、そんな吉祥寺は昔、農村でした。まずは、吉祥寺の街の始まりを探りましょう。実は、吉祥寺に吉祥寺というお寺は、昔も今もありません。吉祥寺というお寺は、江戸時代の初め、今の文京区、水道橋付近にありました。しかし、1657年に、起きた大火事、俗に有名暦の大火により消失、吉祥寺の門前町も、跡形もなく焼けてしまいました。吉祥寺は、その後豊島区駒込に移転し、途方に暮れた門前町の、町人たちには、現在の吉祥寺周辺の、原野が与えられました。その町人たちが、自分らの暮らす原野を吉祥寺と、名付け、現在に至ります。これは、現在の吉祥寺周辺の、地図です。この地図をよく見てください。ほぼすべての道路が、駅や線路に対して、規則正しく斜めに引かれているのが、わかりますか？しかも、ただ斜めに引かれてるだけでなく、地割りが短冊状になっています。ではこの地割りは、いつから存在し、なぜこのような形になったのでしょうか？この地割りは、江戸時代の新田開発によるものです。江戸時代の初め、江戸城下の発展による水不足に対応するため、多摩川上水と呼ばれる上水路が作られました。多摩川の水を、東京都の西部にある羽村取水堰から取り込み、その水を 43km に渡って江戸まで届けていました。そしてこの水路は、武蔵野の開拓にも生かされました。吉祥寺は武蔵野台地と呼ばれる台地に位置しています。この台地は、川がほとんど流れておらず、加えて水を通しやすい土壌なので、水を得るのが困難でした。そのため、原野が広がっていたのですが、多摩川上水、そしてその分水が開発されたことで、水を簡単に得ることができるようになったので、武蔵野で農業を営んで、暮らすことが可能になりました。これは大正6年頃の、吉祥寺の地図ですが、原野だった吉祥寺では、江戸時代に、多摩川上水と、その分水の千川上水、そして五日市街道が基準となって、細い短冊状の地割りの、新田集落が作られ、大ゼロ章で述べた門前町の町人たちが、暮らすようになります。この集落は街道から用水までが、一軒の敷地で、非常に細長く、手前から屋敷、畑、林、用水が続いており、自給自足的な生活が、営まれてたそうです。細い短冊状の地割りにすることで、農家の、用水と街道に接する部分の、長さがどこも同じになるほか、効率的に水を分配できます。こうした新田集落と、呼ばれる集落は、武蔵野に多く見られます。こうして吉祥寺という町は、農村としてスタートしました。吉祥寺駅の南側には、自然に囲まれた、井の頭恩賜公園があります。公園内には、井の頭池があり、町のオアシス的な存在になっています。この池は、神田川の水源であると、同時に、江戸時代は多摩川上水よりも、前に作られた神田上水の、水源でした。この池のほとりに立つ弁財天は、江戸に住む人々から、水の、神様、として信仰され、井の頭池は行楽地として、賑わっていたようです。ここで、井の頭池周辺の地形図を、見てみましょう。よく見ると、井の頭池周辺は、周りよりも低い窪地であることが、わかります。この周りの崖下から水が、湧き出し、溜まってできたのが井の頭池になります。農村であった吉祥寺、それは明治になっても変わりませんでした。1889年に、新宿と東京都西部の、立川を結ぶ甲武鉄道が、開通しますが、吉祥寺に駅が設けられたのは、それから10年後の1899年です。駅の設置や東京の都市化により、吉
祥寺は発展していきますが、まだ農業生産も盛んで、大部分は農村といった様子でした。しかし、吉祥寺を郊外の住宅地として、変貌させる出来事が起こります。それは、関東大震災です。関東大震災は、1924年、大正12年、に、起こった大地震で、東京都心部の住宅や、京浜地区の工場などの6割から、7割が倒壊、焼失、多くの犠牲者を出し、甚大な被害となりました。この地震による被災者は、当時被害が少なかった郊外に、多く移り住むようになり、都心を結ぶ中央線があって、交通の便が非常に良かった吉祥寺にも、たくさんの人が住むようになります。また、1924年に、成蹊学園が池袋から吉祥寺に移転するなど、教育施設も吉祥寺に移ってきます。一方で、皇室が所有する御用地であった、井の頭池周辺は、1917年に井の頭恩賜公園として、開園しました。日本で最初の郊外公園で、多くの行楽客が訪れ、活気を呈していきます。1934年には、渋谷と吉祥寺を結ぶ、帝都電鉄井の頭線が、開業します。これは、現在の京王井の頭線です。この路線の開業により、吉祥寺の利便性は、ますます高まっていきます。その後、太平洋戦争にかけて、吉祥寺周辺には計測器メーカーや、航空エンジン工場など、軍需工場の建設が、相次ぎます。吉祥寺には、そこへ勤める人々の社宅や、住宅が立ち並ぶようになりました。戦後、吉祥寺駅前の空き地には、闇市が形成され賑わいました。この闇市は、今でも、ハーモニカ横丁という、商店街として残っています。昭和レトロな細い路地に、小さなお店がひしめく光景は、多くの人に愛されています。さて、戦後、武蔵野市は、積極的に都営住宅や、公団住宅を誘致、多くの団地が作られました。そのため、吉祥寺駅の利用者は、増え、賑わいのある商店街が作られ、吉祥寺は郊外の都市として、大きく発展します。そして、そんな吉祥寺を、ショッピングの、街、にするきっかけが起こります。それは、吉祥寺駅周辺の、再開発です。1950年代、吉祥寺駅周辺は、お店が密集し、幹線道路や駅前道路も、ないので、非常に混雑していました。吉祥寺駅近くの、中央線の井の頭踏切は、開かずの踏切となっていて、バスも、現在3ロードにあたる、狭い通りを走っていました。このひどい渋滞や混雑などを、緩和するため、吉祥寺駅周辺の再開発が強く求められました。そのため、1957年に中央線の高架化計画が具体化したこともあり、1960年に吉祥寺周辺都市計画調査特別委員会が設置され、1964年には再開発計画が決定、再開発が始まりました。この再開発が今の吉祥寺駅周辺の街並みを形作りました。例えば、中央線が高架化され、開かずの踏切がなくなったほか、駅の南北を結ぶ新たな機関道路として、またバスが通る道として吉祥寺本通りが整備されたり、駅北口の東西を結ぶ新たな道路として、本町新道が整備されるなど、新しく道路が作られたり、既存の道路が拡張されたりしました。また、この再開発は、回遊性の高い街づくりを目指して計画されました。大型の商業施設を、既存の商店街を取り囲むように、東、西、南、北に配置させることで、街中をあちこち歩きながら、ショッピングを楽しめる街にしようとしたのです。加えて、既存の商店街はできるだけ残され、サンロードのようにアーケード街として、整備された商店街も、できました。こうした一連の再開発により、吉祥寺は大規模な商業施設と、既存の商店街が共存する街となり、ショッピングの街へと変貌したのです。大きい商業施設、おしゃれな商店街、狭い路地と隠れ家的なお店といった、吉祥寺らしい風景は、この再開発によってできました。しかし、吉祥寺の再開発計画には、別の案もありました。市民から大きく反対されたその案は、日本の著名な都市計画家である、高山栄華によって提案されたものです。複数の街区をひとまとめにし、歩行者の通行を優先して、自動車の乗り入れを制限する、スーパーブロック方式、で、計画され、既存の商店街を取り壊して、駅前全体を共同の、高層ビルにする案でした。もしこの計画が実現していたら、吉祥寺は今とは、全く異なる景観だったでしょう。さて近年では、
大規模商業施設の閉店、リニューアルや建て替えがなされたり、駅ビルが新たに再開発されるなど、さらなる変化を見せる吉祥寺。今でも吉祥寺は、その姿を少しずつ変えていっています。さて、ここで吉祥寺の歴史を、おさらいしましょう。吉祥寺の門前町の町人らによって、吉祥寺と名付けられたこの町は、江戸時代に新田開発によって、農村となった後、大正時代に関東大震災によって、郊外の住宅地となり、昭和の再開発によって、ショッピングの街となりました。吉祥寺の様々な魅力は、こうした歴史の積み重ねにより出来上がったのです。さて、吉祥寺の歴史を紐解いてみて、いかがでしたでしょうか。皆さんも、ぜひ一度吉祥寺に訪れてみて、ください。多摩交通局では、多摩地区に関する交通や、地理の動画を他にも上げております。そちらもぜひご覧ください。それでは、この動画の高評価とチャンネル登録を忘れずに。では、また。